だだだだだだだ。すごいどれもいいバンドで、なんか
すごい感極まるものがあって、で人と話すときは前見てしゃべる。でなんかこの移行もなんかこうやってきて、だいたい今1年ぐらいで、俺サークルなんか最初1年の最初は全然行ってなくて、で途中文化祭終わりから行くようになって、でその前からは親友と知り合ってて、 で会うたびにういみたいな感じで会話はしてたんだけど、いやなんかで小堀と学が見してて、で小堀と学がミシェルやろうぜって言ってミシェル最初やって、でいろいろやってきて、でちんよさんはなんかなんか本当お世話になって、俺なんか人生変えて、俺の人生をすごい変えてくれた人だったので、なんかすごいバンドも含めてすごい嬉しかったけど、いかんせん俺がなんかあんまりなんか音になんか微妙で、なんかしょっちゅうスタジオとかすげえ怒られたりとかしたりしてたけど、なんかすごいなんかフェスとかもフジロック今年の夏行ったんだけど、なんか行く前はなんか俺ち来いよとか言って予習みたいなことも2人で一緒にして、で俺がパワーポイント使えないんですけどって言ったら、使っていいよとか言って貸してくれたりとか、いい先輩だったな。この1年はすごいなんか生きててよかったなって思った、そんな1年でした。聞いてください、深夜高速。
ると思うんですけど、みんなにあんだけあいつ文化祭で一番泣いたんだから卒コン泣くだろうって思ってると思うんですけど、泣かないんで僕。おい、かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。俺は泣きません。で、このなんか MC するの苦手なんで一つだけ言って曲始めます。4年生の皆さん好きです、愛してます。いいお気持ち、ありがとうね。Come on.
シャンゼリーゼオーシャンゼリーゼオーシャンゼリーゼいつも何か素敵なことがあなたを待つよシャンゼリーゼオーシャンゼリーゼオーシャンゼリーゼいつも何か素敵なことがあなたを